白状、被告、囚人、囚人、囚警察は泥棒を捕まえた。泥棒。引っ越し、た、ところ、です。脱走者は大きなサンドイッチを注文した。脱走者、大きなサンドイッチを注文した。サンドイッチを。大きな。囚人、天井、白状、白状、天井、宣告、被告、宣告、被告。犯人が捕まった。犯人捕まった。泥棒は捕まった。電車は出たところだ。警察は泥棒を捕まえた。脱走した囚人はまだ捕まっていない。待っていな。うちの猫は捕まえたことがない。囚人数人が刑務所から脱走した。
脱走。した。囚人。は、まだ。捕まって、いない。囚人は刑務所から脱走しようとしたところを捕まえられた。ところ。たった今？家に、つい、た、ところ、だ。囚人は刑務所から脱走し、しよ、う、と、し、ところ。と、し、た、ところ。お、捕まえ、なれ、た。しく、しく、枕、枕、香り、香り。余分、余分、枕。余分。余分、余分。余分な毛布はありますか？ありますか？余分な、余分な毛布はありますか？枕、枕。彼女は机に教科書を置いた。余分の切符が一枚ある。切符ある。
余分の切符が一枚ある？枚。枕？毛布？ある。置いた？ぬいぐるみ？枕？枚？毛布？切符？余分の切符が一枚ある？が、一枚。ある。彼女は机に教科書を置いた。置いた。教科書。本を枕代わりにしないでください。枕、毛布、余分。本を枕代わりにしないでください。置いた。ぬいぐる、ください。枕に、本を枕代わりにしないでください。余分、置いた。代わり、本を枕代わりにしないでください。し、ないでください。余分の時間はない。余分のの時はない、はない。時間、余分のの時、余分のの時はない。この料理は一日置くと旨味が出ます。この料理は一日、この料理は一日置くと旨味が出ます。ぬいぐるみで枕置くと、この料理は一日置くと旨味が出ます。旨味が出ます。余分天井、枕、香り、屋根。腕枕をした。臭い、余分、枕、天井、な。息子のぬいぐるみを枕の上に置いた。娘はいつも枕元にぬいぐるみを置いて寝る。彼は、ぬいぐるみに、優しく、
毛布。お。かけた。